皆さんこんにちは。金曜日の夜です。花金ということで、明日はお弁当も作らなくていいと思うと朝からワクワクしていたんですけど、金曜日の夜はだいたいこんな感じで、バステーブルを持ち込んでキャンドルなんかもセットしてお風呂でリラックスして過ごします。ではまず髪の毛を洗っていく前にブラッシングです。髪の毛がパサついたり、まとまらなかったり、ツヤがないとか、指通りが悪いなどの悩みを感じている方いらっしゃいませんか？実は私がそうで、何ヶ月か前のウォーキングの動画でも髪の毛がパサパサでゴワゴワして広がっているのが伝わるかなと思いますが、それって大人のうねり始めた髪が一因かもしれないんです。年齢やダメージとともに増えてくる細かくうねった髪はパサついたり、まとまらなかったり、ツヤがなくなる要因になります。そこで最近私が使っているのがセフレタのプレミアムスパフォームというシャンプーコンディショナーです。こちらは大人のうねり始めた髪に向けた炭酸泡のシャンプーコンディショナーです。泡を手に出してみると、とてもきめ細かいトロトロな炭酸泡です。まるでホイップクリームのような手触りです。そしたらこの泡を髪全体と地肌につけて揉み込むように洗います。最初から泡で出てくるので泡立てなくていいのがとっても楽です。出した直後はトロッとした泡ですが、揉み込むうちにモコモコ湧き立つような洗い心地です。泡が髪に密着していく感触で、髪が柔らかく解きほぐされるような感じで洗います。洗い上がりの髪はきしむことなくしっとりしているんですけど、頭皮はすっきりした感触です。次にコンディショナーです。こちらはシャンプーよりはしっかりしたもちもちクリーミーな泡です。適量を手に取り、髪全体になじませます。濃密な泡なのに髪への広がりがよく、一本一本をベールのように包んでくれる感触で、指通りも滑らかです。毛先は握り込むようにしっかりつけるのがおすすめです。コンディショナーにはセラミド S が最高濃度配合されていて、まとまりやすく滑らかな仕上がりです。香りはどちらもリラクシングハーブの香りで、気分安らぐお風呂時間が過ごせます。もちもち炭酸泡を髪になじませたら5分程度じっくり放置します。私はこの間に体を洗います。そしてだいたいいつも週末にスクラブをしています。そして私は湯船に浸かりながらパックもします。この時リラックスできる音楽をつけてぼーっとするのがお気に入りです。お風呂上がったのでスキンケアしていきます。髪の毛を乾かします。私は前髪から乾かして、次に根元全体、最後に毛先という順番でドライヤーを当てています。でこの時ブラッシングをして髪を少し伸ばしてあげるのもおすすめです。時間のない時は手ぐしでもいいです。いかがでしょうか、この仕上がりです。髪の毛ってホームケアでもこんな仕上がりになるんだなと驚いています。この日は夜ご飯も宅配にして楽しました。平日の夜は次の日のお弁当のおかずのことも考えて、取り分けできるものを作ったりするのですが、金曜日はそんなことも考えなくていいのでとっても楽です。
で、大きい生ハムをいただいたので、お酒のつまみにしたいと思います。これ食べたい分だけ自分でカットする生ハムなんですけど、薄く切るのがすごく難しかったです。でも味はものすごく美味しくて、また別の日にはパンにのせたりパスタにしていただきました。そしてだいたい週1回はスクラッチをしていますね。でも少し前の動画で糸を当ててからはもう大きなあたりは出ていないです。息子がスクラッチ大好きで、いつもこの時間を楽しみにしています。この日は家族みんなで映画を一本見ることにしました。こうしてね、家族揃って過ごす夜もとても幸せな時間です。では12時を過ぎたのでそろそろ寝ようと思いますが、今日はセグレタのプレミアムスパフォームというシャンプーコンディショナーをご紹介させていただきました。こちらは毛先までストンと導いてくれる商品として、昨年10月に発売されました。髪が綺麗だとお髪へするので、肌と同じように引き続きケアしていきたいと思います。付け替え品があるので、ノズルを付け替えるだけで経済的に続けられます。Amazon から購入できますので、購入先リンクを下の概要欄に記載しておきます。それでは、いつも最後までご覧いただきありがとうございました。おやすみなさい。